皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、自信をつけたいなら自分を信じるということについてお伝えしてみたいと思います。お話をいろいろ皆さんと伺ってるとですね、よく自信がないんです、自信がないんですっていうね、言葉が言われることが多いんですけれども、自信がないっていうのは、結局自信っていうのはじゃあ何なのかって言ったら、自分を信じると書いて自信っていうふうに読むので、自信がないっていうふうに言ってる方っていうのは自分を信じていないということになりますね。はい、いや信じてますとかね言う方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、信じてれば自信がないっていうことはないんですね、基本的には。だから自信をつけたいんですとかっていう方には、まず一番に言いたいのは、自分をまず信じてみてくださいっていうことです。自分を信じるっていうのはじゃあどういうことなのかっていうと、もしかしてこの課題は自分にとっては高難易度の課題で難しいかもしれないと思った時でも、やれる、やりきれると信じるかどうかっていうことが自信になります。なので、まずは自分を信じる、これはできると信じる、そこから行動していくっていうことができるかできないかですね。いやそれは無理難題言われたら無理ですよ高橋さんとかっていう方もね、当然いると思いますし、まあ私もいろんなね課題とか降りかかってくる時とかありますけれども、会社員も今でも例えば私の自分がまだ、理解していない、まだ未知の領域で自分で自分をちゃんと把握してない状態なんだけれども、他の人が私を逆に信じてくれて、高橋さんにお願いしたい、これはできると思うということで、お仕事の依頼とか、何かこれをやってほしいって依頼されたことは、自分の中でできるかどうかっていうよりも信じられたっていうことに対して答えていく。で、その時に必要なのは自分で自分を信じる、この人が私を信じてくれてる、だから私も自分の力を信じようと思って、まあ、大概か行動しますね。そうすると、今までやったことがないことでも自分を信じて活動する、行動することによってできるようになる。そうすると本当の自信が後からついてくるみたいな、そんな感じですね。だから第一歩は疑心暗鬼でもいいんですけれども、とりあえずやってみる、信じてみる自分をっていうことですね。で、じゃあできなかった時、できないって余計自信なくしませんかっていう話なんですけど、できなかったからといって自信ってなくならないですよね。ちょっと矛盾してるように聞こえるかもしれないですけど、できない時には今の自分ではできないということが分かっただけになるので、何をじゃあそこで訓練をすればそれをクリアすることができるかって考えるっていうことなので、そこによって自信をなくすことにはならないんですよね。やり方変えればいいだけなので、そのあたりの心の処理の仕方っていうのはとても大事で、なんでいつもそんなに自信がありげなんですかとか聞かれたこともありますけれども、まあ答えは一つです。自分を信じてるからです。はい、できると信じる、できる前提で動くっていうことですね。だからハッタリにもしかしたら近いかもしれないです。はい、でもハッタリでもそれを口に出し、そして動けばそれが真実に なれば真実になりますよね。仮にその時に自分の中で若干ハッタリかもしれないとか思ってもですね、やれると思えばやれる、でやれなかった場合でも何が足りないっていうのをさえ見つけることができれば次はやれるので、自信はなくさなくていいと思います。なのでまず自信がない人っていうことは口にまず出さない、出すと本当に自信がない状況を作ってしまうから、で自分を信じる、そして行動する、それによってより自信がついていくっていうことになるので、あまり大きいことすぎるとこにしない方がいいかもしれないですね。小さなことができた、そして自分を褒めてあげる、
次の段階また小さな実現可能な目標を作る、そして褒めてあげる、その繰り返しの方が自信がつく方はそれでやっていかれるのがいいかなっていうふうに思いますので、ご参考に。それでは。